レッドネックはアメリカ合衆国の南部やアパラチア産が役周辺などの農村部に住む保守的な貧困白人層を指す表現、差別的な意味を含む言葉。南部の強い日差しのもとで野外労働する白人は首筋が赤く日焼けしていることからこの言い方で呼ばれるようになった。元来は南北戦争当時北部の人間をヤンキー、 そして、南部の人間を、レッドネックと侮辱的に互いを呼び合っていたのが、始まりと考えられる。現在では、その出身、居住地域や属性に関係なく、ある一定のステレオタイプに当てはまると思われる層が、レッドネックと呼ばれている。単純に、白人貧困層を指す場合には、ホワイトトラッシュ、もしくはプアーホワイトという表現が使われる。ジョージア州及び、 フロリダ州出身者は、クラッカー、アパラチアさんが脈周辺の出身者は、ヒルビリーと呼ばれる。映画などのメディアに描かれる、レッドネックのステレオタイプは次のようなものである。トレーラーハウスピックアップトラック南もと元々は、侮辱的な意味が強かった。レッドネックという言葉だが、近年その田舎臭さや、 野生味を誇りと支持子のキャラクターとして主張する傾向も強くなってきている。また、逆にそのキャラクターや田舎臭さなどは、自虐的な笑いにも、頻繁に使われている。レッドネックの格好良さや誇りなどは、カントリーを中心とした音楽の PV や歌詞などで、表現され、お笑いネタとしては、ジェフ・フォックス・ワーシーや、ラリーザ・ケーブル・ガイなどが、南部なまりの英語で、 レッドネックに関するジョークを言う代表的なコメディアンである。1962年のテレビドラマ、ビバリーヒルビリーズは、所有地から思いがけず石油が発見され、大富豪になって、ビバリーヒルズに引っ越した、そやなレッドネックの一家が、周囲の富裕層と起こす、文化摩擦や沈騒動を描き、ヒット番組になった。日本でも、ジャジャウマ奥万長者のタイトルで放映された。 ブルース・ウィリス主演の映画マーキュリー・ライジングに登場する銀行強盗の犯人グループに典型的に描かれている。ありがとうございます。